はい、こんにちは、松岡です。今日はですね、前回いただいたこちら、京成スカイライナーをね、ちょっと紹介していきたいなということで動画撮っております。よろしくお願いいたします。はい、こちらが京成スカイライナーでございます。まず先頭車ですが、もちろんこんな感じ。もう完全に昔のですね、汚れはそんなありません。すごくありがたいです。そしてこちら、中間車。特に行き先表示とかはありませんね。あ、パンタグラフがついております。はい、こちら後尾車。こんな感じで、京成スカイライナーって書いてあります。こちらのプラレールですが、1978年から87年まで販売されていたプラレールなんですね。78年頃に発売されてたプラレールは、こちらの塗装が茶色とクリーム色でできていて、で、なおかつ、スイッチが全面スイッチだったんですね。で、途中で塗装が変わって、この色になりました。で、さらに全面スイッチから、こちら上のタイプになったので、こちらのプラレールは、初代京成スカイライナーの後期の、プラレールになります。ということでね、実際走らせてみたいと思います。はい、いかがでしたか？実は僕ね、だいぶ昔にね、こちら1両をいただいてるので、ちょっと4両編成で走らさせていただきました。いや、非常にね、この頃のプラレールは結構力作だと僕は思っております。いや、なんか再販しないかなと思ってるんですけども、まあ無理でしょう。まあ無理だと僕は思っております。ということでね、次はね、ちょっと中古店とかフリーマーケットに回ってね、こちらの全面スイッチの、スカイライナーをね、ぜひぜひ入手して一緒にね、走らせていきたいと思いますのでね、今後もよろしくお願いいたします。ということで今回はこれで以上です。